入ります。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球空振りです。低めの球、これは外れます。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。8番バッター若月、今日はまだ当たりがありません。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。さあ守護神森がバファローズ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。今日は良さそうに見えますけどね。さあどんな、打ちました。これはどうか。ピッチャーが取る。ツーアウトになりました。バッターボックスには代打のロドリゲス。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。最初は変化球できました。ストライクです。次が2球目。これが3球目。見送っています。打ちました。この当たりはどうか。打球を追っているが、これはどう。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、エースを攻略しての勝利というのはやはり普通の勝利とは違いますよね。いや本当です。自信もつきますしね。いい試合だったと思いますよ。そうですね、自信になるでしょうね。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。